ローズパークスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間は横浜対パリサンジェルマン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、4-5-1のシステムで今日来ているんですが、このワントップ、期待されるところは大きいと思います。出来不出来で全く変わってきますね。そうですね、機能してくれないと攻撃にならないですからね、やっぱりまずはボールが収まるということが重要になりますよね、はい、一番の役割としては点が取れるということだと思いますけども、はい、まずは起点になるということができないと、うん、役割を果たすことにならないですからね、はい、ワントップとしてそこにいる、そこでボールが収まる、そして攻撃につながる、もうこの役目かなり重いですね。そうですね、それをしてくれないと全体が押し上がらないので、うん、攻撃のスイッチにはつながらないですからね、はい、さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。横浜対パリサンジェルマン、エキシビションマッチをお届けしてまいります。横浜、今日は強豪と呼ばれるチームとのマッチになります。まあおそらく予想しているよりもさらに1枚2枚相手は上手に来ますから ね、それにきちんと対応できるプランが今日は必要ですよね、はい、大事なのはいくら相手が強かろうと自分たちのサッカーを崩さないことですよね。なるほど、メッシプレスからボールがこぼれる。パリ・サンジェルマンとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで、シュート来た、先制パリ・サンジェルマン。パリ・サンジェルマン、この早い段階で先制しました。いや大きいですねこのゴール、はい、リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言いますよ ね。 そうですね、この後も流れに乗りたいですよね。メッシメッシ、横浜今日は先制を食らってしまいました。しかし崩してはいるようにも見えるんですが、どうご覧になりますか。まあ決めるところで決められなかったのが一つの原因ですよね。でもまだ時間に余裕があるので、この調子でいけばこの後チャンスは作れるでしょうね。中村、さあ右へ預けて裏のスペースを狙う。メッシ、横浜としてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。シュート、セーブ、いやいや、ナイスセーブ。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いやよく取れましたね。ちょっと浅いか、来たー、まだある。中村、縦を使います。勝負のシーン、サクシュート
メッシ。メッシ、本日ワンアシストです。ボールはメッシへ。さあどこに出してくる。追加点、パリサンジェルマン。これで2点差。流れるパスワークからゴールが生まれました。回している選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、そのあたりにどうやって繋いでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。素晴らしいですね。今日2点目です。さあここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。いやこの2点目はね、このまま終わるんじゃないかなというところでのね、追加点でしたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうか、わからないでしょう。横浜対パリサンジェルマン、それでは続けて試合をお楽しみください。後半ゲームはスタートしています。後半の入りというのは重要になってきますよ ね。また追加点されますと厳しくなってきますからね、はい、メッシー大きく縦へ、メッシーサイドを縦に走らせます。おいい形じゃないですか。中で味方の選手が待っている。どうする。さあ左へ預けて、中村、中村、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。横浜としては少しまずい展開ですよね。流れを変えるにはベンチワークか選手同士のコミュニケーション、そのあたりが鍵になってくると思うんですけどもね。裏を狙っていきます。メッシー、メッシー裏のスペースを狙う。メッシー、メッシーパスでつないで攻め込んでいきます。パリサンジェルマン中央行けるか。どうする、シュート。いやファインセーブです。いやよく取りましたね。ファインプレーですよね。パリサンジェルマンが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。前線が長いボール、メッシー縦へのボール、大きく縦へのアーチ、中村、中村、中村、メッシー、パリサンジェルマン、ここは時間を使います。もう一つ前に行きたい。どうか。お、これいいですよ。上げる。中村、長いボール縦へ。試合終了。2対0。横浜敗れました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。横浜としては2点とも前半の失点でしたから、立て直す時間は十分にあったはずなんですよね。